皆さんこんにちは。今日はペタルの上級編ということで4つのペタルの使い方をお話ししていきたいと思います。ということでこちら、はい、まず1番目にリズムペタル、2番目にビブラートペタル、3番目に素早いペタル、4番目に彩りペタルということでお話をしていこうと思います。せっかくなのでそれぞれのペタル、実例を交えながらこんなとこに使ったらどうかなということを皆さんにお話していこうと思います。ではまず1番目のリズムペタルからいきたいと思います。こちら、はい、ショパンのワルツ、いわゆる子犬のワルツと呼ばれているものですね。このことからお話ししていきたいと思います。さて、まず楽譜を見るとですね、左手が入るところ、ここからショパンの指示っていうのがあります。この楽譜に書いてある通り、ペダルの指示のところに踏んでっていうことを少しやってみようと思うんですけど、ゆっくりやってみます。せっかくのワルツなのに残念だなっていう感じしますよね。という時にこのリズムペタルを使うととてもいいです。この左手の動きに合わせて、というようにこの3拍に従って踏んでだんだん離していくということ、楽譜に書き表してみるとこのように三角形をイメージするととってもいいんじゃないかと思います。ではまずゆっくり弾いてみたいと思います。はい、というようになります。それではテンポで弾いてみたいと思います。というような形でリズムのペタルで生み出してあげるということが、まずこのリズムペタルの役割、そして効果でした。それでは続いて2番目のビブラートペタルについてお話ししたいと思います。例としてはこちら、はい、ベートーベンのピアノコンチェルト第3番第1楽章のオーケストラの序奏が終わってピアノが出てくるところです。これすごく力強く出たいんですよね。なのでもちろん指でもフォルテで弾きたいんですけれども、ペタルでも少し達成たい。それではペタルを踏んでこのパッセージを弾いてみると、当然汚いですよね。せっかくならこのエネルギーがある音階をもっとクリアに弾きたい。じゃあペタルなしで弾くといいですけど少し寂しい。そういう時にこのビブラートペタルで達成であげるということをしたいと思います。ビブラート、例えば弦楽器とかがこう揺らすことビブラートって言いますし、歌い手さんが「あーあーあー」ってこう声を震わすことをビブラートと言います。同じようにペタルを足をこう震わすということをやります。音と一致しなくていいので音と分離してこのビブラートするということが一つのポイントです。そうするとこう力強さも一緒に合わせ持つように弾くことができる。なおかつこの曲はどの音にアクセントがついているので、そこでアクセントペタルも一緒に踏もうと思います。譜面に書いてみるとこのような形になります。それでは音を出してみます。力強さをこう加えることができるということがこのビブラートペタルの効果でした。それでは続いて3番目の素早いペタルについてお話ししていこうと思います。まずこちらの楽譜見てください。ベートーベンのピアノソナタ作品 2-2 の第2楽章です。この楽譜を見ていただくとですね、四分音符とそしてスタッカートがついてある16分音符があることに気づいていただけるんじゃないかと思います。ベートーベンはピアノで他のアンサンブルをまるで一人でやっているようなことをイメージしてたんじゃないかなというふうに思うんですけど、この曲僕は弦楽四重奏が弾いているようなイメージがあります。つまりバイオリン2人とビオラはレガートで、ピアノだとちょうどペダルを使って助けてますけど、というように弾きたい。チェロはちょうどピッチカートでドゥンディンディンディンってやってるような感じですね。なのでこう弓でレガートに弾いているバイオリンビオラの3人と、このピッチカートでやっているチェロを1人のピアノが1人アンサンブルとして実現したいということになります。ということで、まるでアンサンブルを一人でやっているような響きを生み出したいと思います。じゃあこのレガートで弾きたいと思っている人たちに合わせてペダルを踏みながら弾いてみます。チェロがもうこのピッチカートのなくなっちゃいますよね。なのでやっぱりこのペダルはあんまりうまくいってないなと思います。じゃあどうするかと思うんですが、ペダルじゃなしで弾いてみると、いいですけどこの隙間が空いてしまうということになります。そういう時にこの素早いペダルで補ってあげるということをやります。ゆっくりやってみるので手の動きよく見ててください。ここで踏む、また踏んで次の音が出る時にはペダル上がります。レガートとピッチカート両方の雰囲気を実現するということができます。もう一回弾いてみます。というような形で一人でアンサンブルをするということの手助けをすることができるわけです。もう一つ同じような例出してみたいと思います。シューベルトのピアノソナタ537の第2楽章です。ベートーベンは休符入れてくれてたんですけど、これは左手に休符がないということでさらに難しいパターンです。しかも右手がオクターブで移動するという形ですね。この右手の美しい旋律、まるでフルートや木管楽器が吹いてくれているような気持ちで弾きたいなと思うんですけど、というように当然ペダルで助けたいわけですね。しかし左手のスタッカート、チェロですかね、それとももしかするとファゴットとかがポッポッポッポってやってるのかもしれないんですけど、このスタッカートで弾きたい。そうですね、もう分かってくださったと思うんですけど、このレガートとスタッカートを両立するためにこの素早いペダルを使います。それではまずすごくゆっくりやってみたいと思います。左手のピチカートが来て素早いペダルを踏んで手を離しますね。そして音がつながって次の音を弾く瞬間に足離れると。でまた踏んで次の音が来る瞬間に足が離れる。また踏んで次の音が来る瞬間に足が離れる。同じことを同じことをというふうになります。それではテンポで弾いてみたいと思います。というようになります。それでは続いて彩りペダル。モーツァルトのピアノコンチェルト第23番です。一度弾いてみたいと思います。はい、というような形です。これ彩りペダルというふうに書いてるんですけども、このとても美しい音階ですけれども、より歌っているようにまた少しなんか音色の手助けをしてあげるためにこの彩りペダル使います。ペダルっていうのは少しこう遊びがあってそこから聴き始めるんですけど、もう本当に聴いているか聴いてないかおそらくこの録音だとほぼ入んないんじゃないかなと思うんですけど、全くなしで弾くとこうなりますね。彩りペダル本当にちょっとだけ響き残響がつくぐらい、わかりますかね。もしかするとわかんないかもしれないですけど、よかったらイヤホンとかで聞いてみてください。もうこの本当にペダルだけの動きを見るともうほぼ踏んでないように見えるかもしれないんですけど、ほんの少しだけ遊びからちょっとだけ下ろしているというような形です。全くペダルなしでこのパッセージを弾くとこういう感じの音になるんですけど、少し彩りを加えてというようになります。はい、今回は上級編ということで4つのペダルについてお話ししました。いくつかの例を挙げて皆さんにお話ししたんですけれども、絶対こうじゃないといけないっていうことではもうないんですよね。つまりご自身が弾いていらっしゃる曲でこんな風な響きで弾きたいとかこんな風なことを表現したいっていうことに合わせてペダルも使っていくということができれば、もっともっと楽しくいろんなことを表現できて、このペダルを使うっていうことが単に音を伸ばすとか音をつなげるっていうことじゃなくて、表現の重要な一つとして指と同じくらい大事なものとしてきっと感じられるんじゃないかと思います。まだまだペダル研究していくといっぱいいろんなことできるんじゃないかなと思うので、僕も引き続きいろんなこと試してみようと思います。また一緒に頑張りましょう。